礼します。あ、はじめまして。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今回お話を伺います、鳥取短期大学の名和伸也さんです。改めまして先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生はですね、ビジネスマナーやキャリア教育を専門に指導していらっしゃいます。そして今回のテーマは、人付き合いを良好に保つためのマナーです。早速ですか、前田さん、はい、マナーってどういうものだとお考えですか？マナーとは、例えば人と人とが気持ちよく関わるための気遣いですとか心遣いみたいなものでしょうか？そうですね、その通りだと思います。はい、ちなみに先ほどこの部屋に入ってくる時って、はい、ドア何回ノックされました？ドア、あ、2回しました。違いましたか？いろいろなノックの仕方があると思います。はい、2回、3回、はい、4回、4回も。2回はトイレのノックとも呼ばれています。はい、違いますね。3回が普通と言われています。4回は国際的なノックだと言われていますが、はい、だといって、うんうん、それで、怒られたこととかありますか？怒られたことはないです。そうですね、はい、マナーとは相手を尊重して敬意を持って接するための心配り、お互いの思いやりや人間関係を円滑にするための知恵なんですよね。マナーを習得して、はい、理解ができれば他人から心地よさ、信頼を得ることができるんですよ。これはクロスマーケティング社が本年1月に2000人に対して人間関係の重視度について行った調査報告です。はい、それによると男性 65.4%、 女性 70.1% と多少の差はありますが、どの年代、ライフステージ別、地域別、どれをとっても人間関係を重視していることが分かります。なるほど、多くの方がやはり人間関係大切だなと思っていらっしゃるんですね。同じくクロスマーケティング社の調査によると、自身にとって人間関係とは一言でどういうものですかの回答で、ポジティブ、積極的な人は信頼、信頼関係や大切なもの、必要、必要不可欠なものなどという意見ですが、先生、その他にも心の支えですとか拠り所、生きる糧、生きていく上で必要なもの、また安心や安らぎといった意見もありますね。そうですね。また右側のネガティブ、消極的な意見では、面倒、面倒くさい、煩わしい、鬱陶しい、難しいものなどと考えている方が多いようです。ネガティブな意見の方は、例えば負担、他には忍耐、裏切られるものといった、そういったちょっと重たい意見も多いですね。そうですね、私はネガティブをポジティブに変えるには、挨拶などのコミュニケーションを取ることがとても重要だと思っています。挨拶が大事なんですね。とても大事なことだと思っています。前田さんはいろんな方と出会ったりすることが多いと思いますが、はい、初めて出会った方をどのように判断なされていらっしゃいますか？そうですね、もちろん服装とかも目には入ってくるんですけれども、一番見ているのはその方の醸し出す全体の雰囲気、次に表情ですとか声のトーンや、どんな言葉を使われるのかなといったところを見ています。そうですね、はい、まあ、服装やヘアスタイルって、非常に大事だと思います。ただ、まあ、その通りなんですけれども、だからこそ自分も相手に見られているんじゃないでしょうか。確かにそうですね。第一印象は3秒で決まるとも言われています。はい、例えば挨拶です。挨拶、チース、こんにちは。どちらがいいですか？そうですね、こんにちはって言われた方がすごくきちんとされている方なのかなという印象を受けました。こ
こんにちはについても、はい、いろいろな形で変わってきます。例えば、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。全然違いますね。今いくつかパターンを見せていただいたんですけれども、言葉は一緒でも声のトーンとか表情で全く違う印象を受けますし、やっぱりこのマナーの第一歩っていうのは挨拶ということなんでしょうか。その通りだと思いますね、うん、挨拶などマナーを習得することで人間性が広がって、地域や他の方々との人付き合いもだん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 良くなっていくんじゃないでしょうか。挨拶って多くの方が普通に日常的にされていると思うんですけども、できていると思ってもさっきみたいにちょっと表情を柔らかくしてみたり、ちょっと明るい声にすることでさらに挨拶の質が上がりますね。その通りだと思います、うん、ですから少しだけ頭の中に、はい、入れておくと、うんうん、とても良くなっていくと思います、うん、そういう明るい声でお話しされると、そこからまた新たな話題が生まれて、さらに良いコミュニケーションが取れるようになるんじゃないかなと今思いました。もう自分でも、明るい挨拶をすることでポジティブな気持ちになっていくんじゃないでしょうか。確かにそれはありますね。自分自身を明るくするのも挨拶かもしれません。そうですね、挨拶というのはコミュニケーションの一番初めの、はい、ことですので、うんうん、そういったようなことも少し頭に入れておくといいかもしれませんね、はい、先生、その他にはどんなことをしたらいいでしょうか。一般的には何気ない行動を見つめ直してみてください、はい、何気ない行動、ご飯をドアを開けるとき、まあ、いつもより優しく開けてみてください、うん、優しく、はい、ご飯を食べるとき誰もいなくてもいただきますって言ってみてください。いただきます、はい、何かしてもらったらありがとうを忘れずに言ってみてください。相手にも気持ちよくなってもらうのがマナーのいいところです。自分から行動することで相手からも丁寧な言葉が返ってくる。すると丁寧な言葉が返ってくるとまた頑張ろうとなる、うん、みんなに声をかける。これコミュニケーションの広がりだと思いませんか。そうですね、確かに。例えば先生、挨拶をおはようございますって言ったとします。その時ちょっと声が小さかったのか帰ってこなかった時は、その人次からどうしたらいいですか。とってもなんか心が痛みますよね、うん、その人はとても心が痛むんだけれど、うん、でもまたしっかりと頑張って言ってみよう、うん、次の日ももう一回頑張ってみましょうという、うん、言うとまた言ってみてください。そうするとどん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 自分でもポジティブな気持ちになっていくんじゃないでしょうか、うん、続けていくことも大切なんですね。その通りですね、うん、挨拶するだけで私はいいと思ってるんですよ、うんうんうん、じゃあやっぱ全ては挨拶から。だから本当にそのこれからの人生豊かにするのは挨拶さえしていれば、うんうん、結構いいところまでいけるはずなんですよ。いい挨拶ができている。実際の話で、うん、で挨拶されて嫌な人は誰一人いないはずなので、うん、だからね、変な人だなって思っても挨拶ずっとやっていると1ヶ月2ヶ月していくと打ち解けていける、うん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 、あの人どんな人なんだろうって言っても、うん、やっぱり向こうから挨拶してくれると、うん、毎日毎日挨拶してくれると、うんうん、おはようってこっちも言うようになってくるわけでしょ。しっかりと頑張って、毎日毎日やってみる、うん、これの繰り返しをやってみることで、はい、しっかりと相手とのコミュニケーションが取れていくようになってくるんじゃないでしょうか、うん、人付き合いを良好に保つわけだから、うん、まずはやってみる、自然にやってみる、毎日やってみる。先生が、うん、このマナーとかっていうものにすごくご興味を持たれたのは何がきっかけだったんですか。
それは私ただ単に秘書検定の高校の時の秘書検定担当してたんですよ、はいはい、で自分で秘書検定を受けて、うん、通って、これでよっしゃ終わりだって思ったら、うん、まだその、まあ、上になんかいろいろなものがあったので、いろいろなものっていうのは何かっていうと、うん、やっぱりすごい人がたくさんいることが分かったので、はい、うん、で、あ、これだけじゃダメだって思って、うん、やっぱり上から見ると分かりますよね、うんうん、先生、マナーを考える上で大切なことってどんなことでしょうか。はい、大切なのは自分の中にある素直な気持ち、それから行動、これが大事だと思います。当然ですけれども、1回2回で、できないかもしれませんけれど、必ずやる、繰り返し繰り返しやることによって大きな成果ができる、出てくるんじゃないのかなと思っております。1ヶ月2ヶ月頑張ってみると、周りの人の反応もだん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 違ってくると思います。しっかりとマナーを理解して見ることも必要ではないかと思っております、うん、続けていくことで自分自身のこう自信にもつながっていきそうですね、うん、自分が必要とされる感じがとても強くなっていくんじゃないでしょうか。あのマナーというふうに言葉だけで聞くとちょっと難しく聞こえたりするかもしれないんですが、そういったルールにとらわれずに、決めつけず、きちんとこう周りを見て、相手を見て、心地よい雰囲気を作れる人でありたいなというのを今日のお話を聞いて改めて思いましたし、マナーを自然にできると、うん、これからの人間関係がより豊かになって、素敵な人生をさらに歩めるような気がしました。そうですね、しっかりとマナーを身につける、はい、うん、これが必要なことだと思いますが、あの皆さんの心の中にあるもの、それを素直に出していただくことによって、マナーが自然にできてくるのではないでしょうか。分かりました。常に心の中に軸に優しさを持って人に対して接していくことができたらいいなと思います。今日は素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。